細島灯台は宮崎県日向市細島にある灯台である。細島は江戸時代に南九州諸大名の参勤交代に行く際の乗船場所として栄えており、船舶の往来の安全を祈願して、その時代より細島の港と町並みを照らすように常夜灯が設置されていた。1887年、内務省に雇われたオランダ人技師ヨハニス・デ・レーケにより細島港の近代的整備が行われた。細島港の整備が進み、1910年5月10日に宮崎県が現在の場所に灯台を建設した。その後、火災により焼失したため同年12月に六角型レンガ造りに改築された。1940年12月に管理権が国に移管され、1941年11月10日にコンクリート造りに改築された。戦時下で予算緊張のため、灯台建設には地元青年団が参加し、勤労奉仕をしたとされる。さらに、1991年の改良工事で、現在の姿になっている。細島灯台は、歴史的景観の観光地として、現在再認識されており、2017年には、一般社団法人日本ロマンチスト協会と日本財団が共同で実施する、恋する灯台プロジェクトが選ぶ、恋する灯台に認定された。灯台内部は見学することはできないが、周辺を散策することができる。灯台の前に展望台があり、太平洋を眺めることができる。日向市街地から比較的近い距離にあり、周辺には国の天然記念物に指定されている馬が、背や願いが叶うクルスの海がある。ありがとうございます。